木管五重奏曲は木管楽器を主体とした管楽器による五重奏曲のことである。通常、木管五重奏といえば最も一般的なフルート、オーボエ、クラリネット、ファゴットの4種の木管楽器にホルンを加えた5本の管楽器による編成を指す。管楽五重奏曲とも呼ばれる。管楽器の室内楽編成は弦楽器との編成や、 木管の同族楽器での編成が多いが、木管五重層は、フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルンの編成が一般的である。これは19世紀頃に確立された。ホルンは、金管楽器だが、慣習的に木管五重層と呼ばれている。これは、弦楽五重層、金管五重層らの対比から付けられた名称であるとも、言われている。 他の管楽器の室内楽編成と違い、5本の楽器すべてが違う振動体で音色もすべて違う。それぞれの音色が独立して聞こえ、合わせるのに体操の努力が必要な点では短所でもあり、逆にそれぞれの音色が書き消されずに聞こえる点では長所でもある。吹奏楽が発達した今日、管楽器のアンサンブルも盛んに行われているが、この編成でなくとも、 木管五重層と称している場合がある。ありがとうございます。